皆さんは女性の足への行き過ぎた執着によって連続殺人を犯してしまった気持ち悪い男がいることをご存知でしょうか。遡ることおよそ50年前の1969年5月、アメリカオレゴン州の北西部に位置する都市セイラム、ここでジェリー・ブルードスという男が逮捕されました。彼の容疑は連続殺人、複数の女性を殺害し近所の川に捨てていたんです。ブルードス逮捕の決め手は殺害に使用した道具が多数家から発見されたこと。しかしブルードスの家からは殺害の道具だけではなく、ある意外なものが見つかったんです。それは大量の女性の靴だったんです。女性物の靴を大量に保管していた殺人鬼ジェリー・ブルードス、靴に異常な執着を見せていた男による殺人事件の内容とは。そこには欲望に歯止めが効かなくなった人間の驚ましい姿があったんです。皆さんのコメントやっぱり最後までまだ見ちゃってるケンちゃんです。ハイヒールやみこです。いや素足が草。さて皆さん、本日ご紹介するのはですね、恐怖の靴フェチ殺人鬼ジェリー・ブルードスです。キモ聞いただけでキモ。いやもうそうなんですよ、もうねパワーワードですよ。恐怖の靴フェチ殺人鬼ジェリー・ブルードス、パワーワードなんですよ。というわけでね、早速ね、このジェリー・ブルードスというね靴フェチ殺人鬼がね、なぜ生まれてしまったのか見ていきたいと思います。靴フェチの生誕。遡ること80年前の1939年、アメリカサウスダコタ州北西部のウェブスターという町にジェリー・ブルードスは生まれます。貧しい家庭の次男として生まれたブルードスの家庭は決して健全ではなかったんです。むしろ問題があったのはブルードスの母親だったんです。女の子を望んでいた彼女はブルードスに対して愛情を注ぐことはなかったんです。もうちょい子供を産むなこいつ。むしろことあるごとにブルードスを振るっていたんです、まあね、そんな辛い幼少期を過ごしたブルードスなんですけど、たった一つだけね好きなものがあったんです。それこそが女性の靴。彼が靴に対して特別な興味を持つようになったのはなんと5歳の頃、家の近所にあるゴミ山から誰かが捨てたハイヒールを見つけます。ブルードスはこれに興味を示し家に拾って帰ったんです。まあ5歳ならね、まあ、靴は可愛いもんもあるし分からなくはないけどね、これは、まあ、これでね終わればいいんですけど、ブルードスのフェチね、こんなもんじゃね止まらなかったんですよ。ブルードスの行動が一線を越えてしまったのは10代の中頃、思春期に入った頃だったんです。彼は他人の家に忍び込み泥棒を働くようになります。いやそれはあかん、盗むのは金銭だけではないんです。彼のターゲットはその家の女性の下着とそして靴だったんです。気持ち悪い。5歳の頃に芽生えた偏愛はとどまることもなく、むしろ増幅し続け、ついには犯罪行為にまで及ぶようになってしまったんです。まあこのことによりブルードスはね精神科に連れて行かれるんですけど、まあ結果ね診療受けてもこのね悪い癖はね治ることはなかったんですよね。精神科での治療も虚しく、ブルードスは自身の欲望をとどめることはなかったんです。そしてこの欲望の暴走が大きな事件に発展したのは彼が17歳の時。ブルードスは若い女性を拉致しナイフを突きつけて暴行を働いたんです。ブルードスのこの犯行は間もなくバレ逮捕されます。そして逮捕後は精神病院へ入院することになるんです。しかしここでの治療でもブルードスの歪んだ部分が感知することはありませんでした。というわけでブルードスはですね、自分をねこのような惨めな環境に追いやったと考えて、あるね一つの対象に牙を向けたんです。彼が憎んだのは全ての女性、さらに募らせたのはそれに伴う歪んだ愛も日を追うごとに増していったんです。いやこれ、別に私たち女の子悪くないじゃないの、込みか、オッケーオッケー。まあブルードス的に言うと、まあ、ちょっとそんな状況じゃなかったってことなんですよね、まあ、精神的にも追い込まれて。そしてねここでねさらにブルードスに追い打ちをかける出来事が起こるんです。精神病院での治療を終えた後ブルードスは大学へ入学、そして間もなく陸軍へ入隊することになります。軍隊のような厳しい環境でブルードスも叩き直されるかと思われたんですが、彼を待ち受けていた運命は非常なものだったんです。ブルードスは医師の診断により軍を除隊させられてしまったんです。彼の精神的な歪みが原因かどうかははっきりわからないんですが、当時のアメリカにおいて軍を除隊になるのは男性のプライドを大きく傷つけるものだったんです。これによりブルードスの男としてのプライドはズタズタに、女性への憎悪が増し男性としての自信を失ったブルードス、ここから犯罪へとまっしぐらと思えたんですが、ここからブルードスの歪んだ欲求が満たされる出来事が起こったんです。というわけで犯罪にまみれたボロボロのね少年時代、青年時代を送るブルードスなんですけど、なんとここから意外なことにブルードスは犯罪をねしなくなるんですよね。なんか ABC マートの社員になったとかでしょ。いい、絶対商品の靴舐めて捕まるわもう。そしてブルードスの変化は彼が働き始める頃からスタートするんです。
満たされた欲望。何度治療を受けても犯罪を繰り返すブルードス。学校を卒業後は意外にまともに就職を果たしているんです。彼が就いた職業が電気技師。真面目かい。さらに女性との出会いもあったんです。おめでとう。ブルードスはその17歳の女性と出会って間もなく結婚することにしたんです。これを機にオレゴン州へと引っ越して彼らは2人の子供もでき平和な家庭を築いていたんです。なんか急に順風満帆じゃない。ブルードスのフェチはね、そんな簡単にはね治らなかったんです。若い夫婦に小さな子供、一見どこにでもある普通の家庭。しかし家の中では異様な光景が広がっていたんです。なんとブルードス、家の中にいる時は妻に靴以外何も身につけさせずに過ごしていたんです。気持ち悪いな。ブルードスの性癖は結婚しても変わることはなかったんです。しかしこれだけ見れば家庭内で完結していること、まあつまり特に誰かに危害が及ぶことではないんです。まあまあこれだけ見ればセーフっちゃセーフよね。まあまあまあ人に迷惑かけてないからね、うん、皆さんもね人には言ってないけどちょっとやばいフェチとか多分あると思うんですよ。まあまあまあ、うん、まあ、人間なんだから、まあまあそれはねいいんですよね。ですがね、ここからねブルードスがあるきっかけでねまた道踏み外すんですよ。本当にどうしようもない。ある日ブルードスは突然の頭痛に見舞われました。それだけではなく短期的な記憶喪失にも襲われるようになったんです。へえ、どうしちゃったの、いきなり。まあ詳しい経緯は分かんないですけど、そもそも精神病棟にいた時から、うん、幻覚とか幻聴とか、まあ、ちょっとそういうね精神障害みたいなところがあったそうで、うん、まあ、ちょっとそれがねまた悪化してきたっていうことだと思うんですよね、うん、不意に訪れるこれらの症状はブルードスを悩ませました。しかしこの苦痛を和らげる方法が一つだけあったんです。それが泥棒。なんでやねん。10代の頃幾度となく繰り返した他人の家の下着や靴を盗む行為をした時、この時だけはひどい頭痛から逃れられたんです。そしてなんと頭痛緩和という大義名分を得たねブルードスはねまた犯罪に手を染めちゃうんですよ。このクソ男。はじめは思春期の頃にやっていたような泥棒行為だけでした。しかし今までの例もあるように一度ストッパーが外れたブルードスはその暴走をエスカレートさせていく男なんです。盗みだけでは満足できなくなり、ついにその日が来てしまうんです。1968年1月、ブルードスの家のチャイムが鳴りました。訪問者はリンダ・スロースンと名乗る若い女性。彼女がブルードス宅を訪れた理由は訪問販売。百科事典のセールスレディをやっていたリンダは仕事としてここを訪れたんです。100%のセールスなんかいた、うん、まあなんかぶっちゃけなんか、うん、今来ても 100% 買わないですけど、うん、まあ、当時はねそういうね知識系の商材がねよく売れたそうなんですよね、うん、そして運が悪いことにブルードスの奥さんと子供は外出中、家に一人だけの状況に突然訪れた若く美しい女性にブルードスは我を失います。次の瞬間には力ずくでリンダを家に連れ込み、そしてブルードスが冷静になった時にはそこにリンダの死体が転がっていたんです。しかもその死体にはブルードスがコレクションしていたハイヒールを履かせていたんです。気持ち悪いな。我を忘れている間ブルードスはこの女性を暴行の上殺害し自分のコレクションを履かせて楽しんでいたんです。一通り楽しんで冷静になったブルードスは死体の処理を始めます。そして近所のウィラメット川に捨てて証拠を隠滅することに成功。ここでブルードスに生まれた感情は反省や後悔ではないんです。犯罪を重ね暴走をエスカレートするこの男、人を殺すことで得た今までにない快感を追い求め、ここからさらに殺人を繰り返していくんです。さあここでね靴フェチ男ブルードスはねついにね犯罪に手を染めてしまうんです。悲しいことにね。じゃあこの後どうなると思いますか、山本さん。靴そのものになっちゃうんじゃない、靴みたいな。ここからねブルードスはですね殺人を繰り返しね逮捕されるんですけど、ある衝撃的な事実も明らかになってくるんです。靴フェチの発覚。最初のセールスレディ殺害でその快感を知ってしまったブルードス、さらに若い女性に手をかけ続けることになるんです。次の犠牲者はジャン・ホイットニーという23歳の女性。1968年11月、彼女が車を運転していた時のことでした。突如車が故障し動かなくなった車両を路肩に停めていた時、一人の男性に声をかけられます。近くの自宅にレッカー車を呼んだから家まで来るといいというんです。助けてくれるならとジャンは男についていきます。そしてこの男こそがブルードスだったんです。家にジャンを連れ込むことに成功したブルードスはセールスレディリンダの時のように暴行の後に殺害。殺害後の死体もリンダの時以上に時間をかけて楽しみ、その後はウィラメット川に遺棄したんです。マジ締めてんじゃないこいつ、キモキモ。まあただこの気持ち悪いブルードスに関しては、なんとねやり方を覚えたのか繰り返し繰り返し殺人を犯すんです。
その後もデパートの駐車場で拉致したカレン・スプリンカー、そしてまた別のショッピングモールの駐車場で拉致したリンダ・サリーと次々と女性を家に連れ込み殺害していくんです。その度に死体をもてあそんだ後ウィラメット川に捨てていました。恐ろしいことに1件目のリンダからジャンまでは11ヶ月空いたのに対して、次はその4ヶ月後、その次の殺人は1ヶ月ごと間隔が狭くなっていったんです。そして女性たちの殺害方法はより残虐になっていきました。しかしね、ブルードスのね、このね、一連のね犯罪、ついに終わりを告げることになるんです。最初の殺人から1年半ほどが経過した1969年の5月、ウィラメット川で仕事をしていた漁師が何か異様なものを発見します。近づいて確認してみると、それは人間の死体だったんです。すぐさま駆けつけた警察が詳しく調べると、それは2人分の女性のもの。しかし不審なことに、どちらも体の一部分が切り取られた状態だったんです。そして、ね、犯人の特定までは時間がかからなかったんです。この死体の発見後、すぐに事件として警察の捜査が始まりました。そして付近のオレゴン州立大学で聞き込みがされると、不審な人物としてブルードスの名前が挙がったんです。実はブルードス、付近で大学生をナンパする男として要注意人物になっていたんです。いや、でも既婚者のくせに学生ナンパしてるって相当ヤバいよ、うん、こいつ結構キモいっすよね。だっておじさんがさ、学校の前にいてさ、うん、ナンパして明らかに不審者よ。警察としてもブルードスは何度も前科のある人物。まもなく警察により彼の家が捜査されることになりました。彼の家にあるガレージ、ブルードス以外家族は立ち入りできないようになっているこの場所がまず調べられたんです。そして遺体の処理に使われていた道具が次々と発見されます。これでブルードスが犯人であることはほぼ確定。しかしそれ以上に警察を驚かせたあるものが見つかったんです。それはリンダの左足だったんです。川で発見された体の一部分が切り取られた遺体、その切り取られた部分こそガレージで見つかった左足だったんです。なんと靴フェチ男ブルードスは殺害後もリンダの足を手元に置いておき、自分のコレクションを履かせて楽しんでいたんです。それを裏付けるようにガレージからは大量の女性の靴も発見されます。これら複数の証拠によりブルードスは逮捕、終身刑を言い渡され、2006年に病死してしまうんです。みんなのフェチ聞きたい。ちょっとどんなフェチがあるかコメント欄とかで聞きたいけどね。ちなみに、うん、私は、うん、脇フェチなんだ。いやいや、やだ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 、気持ち悪い気持ち悪い。